間に合わなかったんですよって、うん、歌を歌ってるんだねっていう先生の詩がねやっぱりたまらないと。サメ島流星チャンネル、サメちゃん。はい、皆さん、レッスン、まあ長くなりましたけど、レッスンいかがでございましたでしょうか。今日はね、まあそんなこの機会にこう入ってた、ジャパネット高田さんのね、カラオケに入ってたということで、嬉しくてね、先ほどお伝えしましたように、今日は鮫島先生のオフィスに、今日はお伺いさせていただいておりますけれども、先生入りましたって、あ、よかったねって、よかったよかったってね、喜んでくださったんですけども、今日はそんな中ね、せっかくですから、先生、出てくださいよと、YouTube のチャンネルにお願いしますってお願いしましたら、快く OK していただきました。皆さん、初めて見る方も多いと思います。さあ、皆さん楽しみにしててくださいよ。それでは、鮫島流星先生です。皆さん、こんにちは。望郷本線を作詞させていただきました、鮫島流星です。いや、ありがとうございます。こんにちは。先生、口開いてませんか？何してるんですか、先生、マイク持って。ちょっとカメラの方を向いて、はい、行ってみたいと思います。こんにちは。皆さん、鮫島流星先生でございます。いやいや、鮫島流星先生はすごい、まあ、キャラクターはこれですけどもね、たぬきのマイク持ってますけどね、全然違う方でございまして、でもね、鮫島先生は声は本人でございますからね、皆さん、皆さんご想像していただきながら、楽しんでいただけたら、こんな感じなのかなって、いや全然違うのかなと、声と一緒に楽しんでいただけたらと、なんとなく今日はね、ありがとうございます。先生、今日はいきなりお伺いさせていただきまして、すいません、ありがとうございます。いや、今日ずっとね、今先生が来てくださるまでに望郷本線の話したり、あとやっぱこれは嬉しかったですね、すごい、すごいよね、これびっくりしまして、すごいね、俺もジャパネット見てたけどびっくりした。もう動画をね、最初に送ってくださったんですけども、でもう一回その動画を見てね、ジャパネットのテレビ番組に宣伝されてたんで、望郷本線がね、選曲してもらってね、はい、そうなんです、だから全国の皆さんがね、はい、歌ってくれてるっていうことですよ、これね。いや、もうすごいんですね、カラオケ月刊カラオケファンさんってね、本があって、僕らこの歌いながらいつも、いや月刊カラオケファン載ってるよって、一回はやっぱり、嬉しいことにこう11年歌わせていただいてるんで、乗ったりするんですけども、それがね、今回はもう5週6週とずっと、それから優先のランキングチャートもね、もうずっとベスト20以内にね、こう入れていただいて、それからやっぱオリコンも調子いいですしね、やっぱりいろんな先輩方からも実際目に見えて望郷本線すごいねと。でやっぱりもう一人ね、熱くなるから喋ってますけど、やっぱり先生がいらっしゃるから言うんじゃないですけどね、素晴らしい詩で泣けてくるって、もうそういう意見がやっぱりすごいんですけど、やっぱり今ね、デビュー11年で思い返せば、先生とお会いしたのはもう僕はね、夕顔震える花っていう歌を歌ってる時に、あ、そういう歌を歌ってるんだねって言って、あるところで会合でね、お会いして、でどんなお話をこうしたか、僕も中身はあれなんですけど、僕はすごく印象にあるのは、よくラジオとかテレビでもお話するんですけど、元じゃなくて、僧侶なんですよっていう話からね、この間ね、言っていいって言われてた夏木豊さんのね、番組で、僧侶とはすごいじゃないですか、僧侶、一回鮫島先生に来てもらわないといけないですね、夏木豊も応援してますよって言ってね、ラジオで言ってくださって、そんなね、そんなところからなんですけど、だから僕は、だから先生、その機会に一回ね、先生に詩をいただけたら嬉しいですっていうところが出会いですね。この望郷本線もね、はい、なんか実家で何かがあったと、はい、じゃあ帰ってきてくれっていうことで慌てて帰ったりするわけじゃないか、はいはい、でやっぱりこう、お葬式なんかでも、そういったことがもう日常茶飯事なんですよ。そうですよね、我々みんなこう、例えば、会社へ入ったりして、はい、都会に
出て行ったり、あるいはこう昼間会社勤めをしてね、はい、しててで、実家の親御さんと離れて暮らしたりとか、うん、多いじゃないですか。そうですよね。それでもちょっと帰ってきてくれとか、はい、うん、いうことがあって、はい、昔をね、うん、思い出しながら、うん、列車に乗り込むと、はい、もう日常茶飯事ですよね。そうですよね、うん、特に先生今コロナで、うん、帰りたくても帰れないとか ね、それから、うん、いやじゃあ帰れないんだったら病院に行こうかっていうのは病院ではね、うん、面会できないとか、そういうことでね、うん、やっぱおはがきなんかもとかね、今メールも多いですけども、うん、やっぱたくさんね、うん、いただいて、うん、いやこの詩をね、うん、つい先日、うん、私の実家が東北にあるんですけど、そこでね、うん、実際のもうこのままでしたと、うん、でもね結局圭介さん間に合わなかったんですよって、うん、だからね、まあ、僕は本当にこの僕と同じ年の方だったんですけどね、うん、それを自分のね、まあ、親孝行だと思って、うん、この歌も毎日歌ってますとかね、うん、そういう、まあ、感じのお便りがねいっぱい、うん、いただいて、うん、だそれを見てなんかね僕自身もこう投げてくるなと、うん、まあ母親も親父もこう調子悪くなった時もあって、うん、まあ今はね元気にしてくれてるんですけど、やっぱ親ってこの言わないんですよあんまり詳しくね、はいはいはい、ちょっと調子悪いから戻ってくるかって、うん、いう心気持ちのね、うん、こう思いやりとかそういうのがやっぱりねこの歌に全部ギューッと先生、うん、詰まってるような、そう言ってもらうと嬉しいな、うん、でやっぱり先生はよくね、うん、言われるんですけど、いろんなとこ行くとね、うん、いやその先生の詩がねやっぱりたまらないと、うんうん、誰もやっぱり経験するし、うん、だからやっぱりどん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 ね、うん、これからもやっぱり寺本君に合ってるねなんてこう言われるんですよね。まあこの望郷本線の詩もまあ、まあ、詩そのものがそうなんだけれども、はい、なんて言うんだろう、最近はね、コンプライアンスだガバナンスだっていろいろこう、はい、縛りが厳しくなってきてね、はい、なかなかねあれダメこれダメっていうので、はい、なかなか難しいところでギリギリのところを攻めるのがね、そうですね、結構大変だったりするんだけどね、いや例えば昔あったらトイレの神様とか、ね、はいはい、鼻から牛乳とかね、あなんだろうね食事時にこんなのかけるなとかね言われたらもう一発で放送禁止になっちゃうしね、はい、そうですよね、だから、うん、ある意味住みにくい世の中になったなっていう気はするけど ね、うん、でもやっぱり先生やっぱ心にグッとくる詩が受けますよね。そう、うん、そうそうそうですよね、うんうん、やっぱり日本人だからね、うん、日本人でよかったなって、ね、そうですよね、うん、まあ僕もいろんなね考慮があってこれからの進めていく方法もあるんですけど、うん、いやもうぜひ先生これからもいやいやいや新曲に向けて、うん、あいろいろ新曲じゃあもういやディレクターにお願いしなきゃ次もやらしくねっつって、ね、ぜひお願いしますもうねやっぱりなんとなくそれがねそうお願いします高田さんよろしくお願いしますそんなことを言いながらね、今日は寒い話もう話してると僕はいっぱい先生お聞きしたこともあるんですけども、やっぱりこの番組ですからねまとめないといけないもんですから、先生またこの後もいろいろお話しさせていただきまして、うん、皆さんぜひ YouTube チャンネルの皆さん聞きの皆さん鮫島流星先生にまた質問があれば、いやいやいや寺本圭介、はい、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。